はい、皆さんこんばんは、大塩でございます。さあ、これからだけいきましょう。というわけで、今回テーマする生物なんですけれども、ダコサウルスという生物をテーマします。はい。どういう生物かっていうと、川に湧く魚みたいな恐竜だそうです。はい。なんかもう、尾ひれとかも生えてて、なんか背びれとかも生えてるのかな。まあ、本当にマジで魚みたいな見た目の、まあ、恐竜がいるんですよ。で、その恐竜がいる場所が、はい、ここです。はい。わかります？これ今なんかでかいの泳いでしょ。あれです。あれがダコサウルスです。これダコサウルス15レベ、違う、140レベがいたはず。あれ、はい。今回あいつをテーマします。なんかここからじゃよくわかんないな。川は浅いんだけど、なんか水面が反射しててよくわかんないわ。で、場所はね、はい、拠点のすぐ近くです、ここ。はい、ね、見てわかると思うんですけど、まあ、かなり人生を楽しくなさそうな場所に湧きましたね。はい。これ、ここ。ほら。ね。まあ、かなり人生楽しくなさそうな場所にいるので、今回ダコサウルスをテイムすることで、ダコサウルスの人生を救ってやろうっていう、そういう回にしようと思います。はい。ちょっと、大丈夫？打ち上がって死んだりしないでよ。で、こいつなんですけど、結構凶暴です。はい。襲ってくるかな？襲ってこない、あれ来ないか。ピュアトトカゲには敵対しないか。川っぺりにいたりするとね、なんか食いちぎってきたりするんですよ。俺、自分、こっちのことを。来るかな。あれ来ないな。あれさっきね、ここら辺のね、シーラカンスとかサーモン食い荒らしてたから、かなり凶暴だと思ったんだけど。ていうかね、なんか、これ、ちらっと情報を見た感じ、すげえ凶暴って書いてあったんですよ。はい。だからまあ、ピラニアとかメガルドンと同じような感じかなっていうふうに思ってる。うん。まあ、実際ちょっと、わかんないけどね。で、そんな凶暴な生物のくせに、こいつ、手渡しテイムです。はい。こいつ、手渡しテイムです。ピュアトトカゲとか、あとディルヤックだっけみたいに、その手渡しテイムと、気絶テイム、両方に対応してますよってやつじゃなくて、今回は純粋な手渡しテイムです。はい。ふざけんなって話なんだけど。というわけで今回は、まあ、手渡しでなんとか頑張ってやっていこうと思うんだけれども、まあ凶暴ということでね、うん、まあ、手渡しテイム最中に襲われたりする可能性は十分にあるわけですよ。なので今回はこちらサボテンスープ、はい、こちらのサボテンスープを使ってちょっと見つかりにくくすればなんとか手渡しやれるんじゃないかなと。はい。で、まあこれ効果不効果ね、こういう狭い範囲で落ち着いてテイムができそうなので、落ち着いて手渡しができそうなので、ちょっとそれでなんとかやっていこうかなと。スキューバー一応持ってるんだけど、多分いらないよね。てか、なんでこんなフルセットで持ってんだ、これ。前は。じゃあ、とりあえずちょっとサボテンスープを食って、じゃあ、本当に手渡しかどうかやってみましょう。140レベどっちだ？できれば15レベ殺しておきたいんだけど、ちょっとね、いや、まあどうだろうな。せっかくだからちょっと15レベは叩き潰しておきたいんだけれども、誤爆しそうだし怖いね。ステータスがどれだけ、どんなもんなのか分かんないからね。ピラニア程度だったりすると、ピュアトトカゲのパンチ一発で落ちたりしそうだし、ちょっと怖いな。2匹湧いてるのがきついよな。とりあえず140レベちょっと一発いってみましょうか。怖いって。なんか魚っていうよりはこれ、なんかモササウルスのミニバージョンみたいだね。なんか、ちっちゃいモササウルスみたいだ。ほら、今出たでしょ、今。ほら。渡してテイムしますって出たでしょ。はい。ほら来た。よし、あ、1個あげられたぞ。なんだ、どのくらい上がった？何本上がったよ。あ、いけんじゃん。いけんじゃん。ちょっと待って、しかもなんかもう、飯、なんか食率ゼロになってるよ、こいつ。あ、まだじゃん。空腹になるまで待ちましょう。嘘でしょ。ちょっと待って、お前、空腹になるまで待ちましょう。土着と腹減ってますやん、お前。食料値、お前、ゼロやぞ、今。あ、てか、ほれ、サルコスクスじゃん、アイコン、ほら。これ。サルコスクスじゃん。ちょっと待って、体力がっつり減ってる、がっつり減ってる。しかも、テイム中のあれ もう効果もめっちゃ減ってるんだけど。おい、早く食えって、お前。あ、来た！あ、やべえ、やられた！あっちゃー！ほらね、言った通りでしょ？俺、ちょっと、俺、下の方にやんないでよ、下の方に。下の方にやんないでよ。てか、意味なかったね、俺。待った。あ、テイムできた。あ、テイムできた。テイムができた。おーい、ピュアトトカゲ何してんだお前。いや、待った、殺す、15秒殺せ、15秒殺せ。
ッケー。あ、噛みつかれながらテイムできるんだちょっと待って、あの俺が想定してたテイム方法とだいぶ違うんだけど。あ、噛みつかれながらテイムできるんですね。おお、びっくりした。怖っ。え、テイム効果どうなったこれ。おお、 99.9% じゃん。こいつ陸に上がれる？あ、陸に上がれるじゃんこいつ。陸に上がれるけど、これダメージ受けてないな。いや、なんかちょっと危なそうだな。いいや、ちょっとなんか陸に上がれるんだったら今これ歩いて帰ろうかと思ったけど、さすがにそれはやりすぎですわ。よーし、ここがお前の新しい陣。嘘。え、そんな、そんな、粉バナナ、なんで今何が起きた。 いないよね。うわ、せっかくあいつの人生救ってやれたと思ったのに、人生終わらせてしまった。あー、いたいた。いたわ、新しいダコサウルス。60レベか。60レベか。まあ、ええんちゃう？ええんちゃう？ 60 レベだったらキブル1個でいけるでしょ。それにここ確かバリオニクスとか普通に泳いでるし。うえい！びっくりした！怖っ。顔怖っ。ちょっとこっち来てくんねえか。礼は弾むからさ。礼弾むからちょっとこっち来てくんねえか。待った、こここそこれだろ。これ食って、ちょっと、他の生物から見、あれ、擬態するだろ。こここそ。いや、もうこれ、スキューバーのフィンつけて一気に近寄ってあげちゃうか。うおーえい。あ、そう、さっき140レベで。ね、そう、140レベルでね、50% とかだったから。60レベルなんかあっという間でしょ。はい、オッケー。よし、じゃあ今度はちょっと深いところで、確実に水中のところで。オッケー。なんかさ、今、水の波紋みたいなのでしたよね。なんかあるんか、これ。これなんか特殊ななんかさ、水面判定みたいなのがもしかしたらあるんじゃねえの？さっきそういえばさ、若干陸上がったしな。なんか水面かなんかで発動するちょっとした能力ありそうだな、これ。まあ、ええわ。じゃあちょっと動かしていきましょう。ここ通り抜けられる？これ。あ、ギリギリ通り抜けられないな、この範囲。どう考えても通り抜けられんだろ、お前これ。お前ゴリアテタイガーフィッシュと大差ないだろ、だって。まあ、ええわ。通り抜けられないじゃしょうがない。泳いでる感じはかなり速いね。うん。かなりスピードが速い。うん。だから、イクチオサウルスと同じくらいの大きさ。え、なんかす、え、なんかすごくね？え、なんかすごい勢いじゃなかった今。なんだこれ？水を切れるぞ、ほら。水切ってるんだけど。なんかあるだろ、これ絶対。陸地は、なんか、水中でなんか、水面でなんかやる判定。ちょっと後で能力見るとき楽しみだわ。おーおーおー、ローリングアタックができる。
ただ前に前進するんじゃなくて沈むね、これこれローリングアタック沈んでいくね。ただスティックを上方向にやってると沈まずにそのまんまその高さのままなんかローリングするわ。よし、じゃあ通常の噛みつきがまあ75、まあ60レベル、まあ89レベルだからね、そんなでもないか。あ、そういえばステータス的にはまあこんな感じだね。2200体力、80レベルにしてもまあまああるんじゃない。まあ75か、うん、まあ普通の噛みつきやね、これに関しては。このローリングアタックなんだこれ、これどんなもんだローリングアタック。あ、あ、出血させてる、出血させてる。あ、しかもあれじゃん、アロサウルスタイプじゃん。ほら移動速度遅くなってるよこれ。アロサウルスタイプの出血だこれ。え、これ強くね、これがクールタイムなしで撃てるんでしょ。だってクールタイムないよ、だってほらほら連打できんだぜこれ。そこで海潜れるって、そこでそこまで潜れるけどこれ、やべえやべえやべえ。あ、よかった、スキバ持ってて。え、これ強くない、これこれなんか強くない、脅威のローリング性能なんだけど。かこれなんだろう、あ、掴めるじゃん、あ、掴めるじゃん。あ、てかさっき掴めてたもんね。そうだよそうだよ、さっき掴めてたじゃん。そうだよ、俺のことを掴んで、でそれで俺が手渡しを掴まれながら、噛みつかれながら、あの口の中にキブロをねじ込むっていう強引な手渡しをやったわけじゃないですか。ぐちゃーっつってもうなんかもう俺体中をガブ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 噛みつかれながら、腕だけをなんとか動かして口の中にグボーってキブルをぶち込んで、そいつが消えたわけだ。はい、なるほどね、これはかなり強いんじゃないですか。俺掴んでそのままこのローリング でやればさ、そのまま出血攻撃で鈍速付与できるじゃん。育長も掴めるね。でこのまんまやって、はい、あ、強くね、てか棚ヒットしてねえかこのローリング噛みついてる間だと。どうだろう、あ、ダメだ、シーラカンスは死んじゃうわ。なんか顔の部分がなんか置物に見える。まあいいや、じゃあちょっと能力なんだけれども、まずこれ通常の噛みつきね、これ通常の噛みつき、いつものこの通常の噛みつき。あー、口開くだけのタイプだったんだこれ。これもアクアリアでさ、よくある口開くだけのあのモーション、それだったんだねこの子も。まあこれがね、まあアクアリア生物でよくあった小さな魚を即座に殺して有機ポリマーを集めるっていう効果があるらしい。はい、で次これこのジャンプするやつ、よく見えるかな、まあまあいいや。これがまあ要はさっき見せたようにちっちゃな生物をつかむ、まあマンタとかさ、あとはイクチオサウルスとか。シーラカンスは体力次第でつかめんのかな、多分知らんけど、まあこういう小さな生物をつかめるらしい。ちなみにこれドードーとかってつかめたりすんのかね、なんかうまいことやりゃドードーとかつかめそうだけど。ほらこうやって、え、あ、やっぱ陸上がれるじゃん。まあいいや、ここら辺は後で見ましょう。あ、つかめるわ、あ、ドードーとかもつかめるわ。え、これどうやって、これどうやって離すの、え、剥がせないんだけど。あ、ごめん、離せなかったわ。まあなんか同じボタンを押したらよく話せるじゃんだけどさ、他のほら高速系の生物って同じボタンを押すと話せるけど、この子話せませんわ。はい、で、次、これだね、これ、このこれこの瞬時にそこに潜りながらこうやって ローリングしながらやるやつ、これがデスロールっていうらしい。はい、デスロール、まあ要はよくはないけど、何のワニだったか忘れたけど、まあワニとかがさ、よく大型生物をさ川とかに引きずり込んでるあれ、それのなんかまあアーク生物、このダコサウルスバージョンらしい。デスロールってこんなそこに潜ったっけ、まあ知らんけど。でこのデスロールの効果が結構面白くて、まず4回ヒットするらしい、4連ヒット。はい、多段ヒットじゃねえかなっていう風に見越しつけてたんだけど、やっぱりね多段ヒットで4回ヒットするそうです。はい、であとさっきも見た通り出血を与える。でこの出血はまあアロサウルスタイプだね、鈍速付与と割合ダメージと。はい、でもう一つちょっと面白いなと思ったのが、リードシクティスに特攻があるらしい。はい、残念ながらちょっとラグナロクだとリードシクティス湧いてないんでちょっと試せないんだけど、これを当て続けることで、まあリードシクティス
に大ダメージを与えることができるそうです。はい、まあ、確かにリールシクティス体力お化けだからね、出血プラスこれの特攻効果でかなり削れるんじゃないだろうかというところで、さっきちらっと見せたんだけれども、一応陸に上がれるらしいです。一応ね、まあこんな感じで、さっきもちらっと見せたけど、こういう風にまあちょっと陸に上がることができるらしい。ただなんか陸から上がるとすぐに死んでしまうみたいなのもあったから、あんま調子こいて上がってたりすると大変なことになるんだじゃないかな。でもダメージは、ダメージ受けてるけど、なんか即座に回復してない？あ、受けてるわ、受けてる。まあまあまあ、陸にいる間はダメージを受けるみたいだけれども、一応陸に上がることができます。で、さらに面白いのが、スペースバー、ジャンプボタンを押すと、こういう風に跳ねることができます。こうやって。こうやってね。はい。だから、これを利用して、陸に一気に強襲仕掛けることができるっていう。要はこれだよね。これでデスロー。みたいな。そういうのができるっちゃできるらしい。やっちゃったかな、これ。ちょっと、角度して、角度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 。OK。OK、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 OK。まあ、一応こんなことができますと。はい。普通にこうやってジャンプして、で、やることができますっていう。こう、強襲かけられますみたいな。で、一応これ、モササウルスっぽいね、みたいなことを言ってたんだけど、モササウルスとは違って、この子は、ワニらしい。ワニ。はい。モササウルスはワニじゃないよね、さすがに。で、この子は、まあ、要は、このダコサウルスっていうのは、完全に水の中に適応した水生用のワニらしい。はい。まあ、ワニってことで、向こう側のワニ園で飼ってもいいかなって思うんだけど、さすがにちょっと水深浅すぎて死んじゃう可能性があるので、さすがにちょっとこっちの深いところで飼いますわ。はい。いや、まさかね、消えちゃうとは思わなかった。多分あれもさ、なんか、水中と、なんか陸の判定かなんかになってバグって死んだんだろうね。ああ、死んだっていうか消えちゃったっていうか。いや、まさかああなるとは思わなかったわ。普通に水面に潜っていって、ここを水の中で孵化するかと思ったわ。他の魚みたいに。他の魚とか水生生物たちみたいに。いやー、ほんと、これだけは、ちょっとね、初見ならではのやらかしちまった感があったけど。まあ、というわけでね、まあ、無事ダコサウルスはテイムできましたということで、まあ、非常に面白くて使いやすい生物だと思うんで、テイムしてみたい人はやってみてください。ちょっと難しいけれどね。というわけで今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。